雨上がりのバガハタです。ナスが次々と実も花もつけております。順調に成長中です。私が食感が苦手な5月マムもすくすくと成長しております。すごい伸びすぎてて本当に棚が棚をこんな埋め尽くすとは思いませんでした。こっちみかんなんですけど、剪定を終えてからまたぐんと大きくなった気がします。こっちユズなんですけど、みかんよりはちっちゃいです。まあ、最終形態もちっちゃいんでこんな感じかもしれません。でお花がですね咲きまくってます。咲きすぎ、道封鎖し始めてます。で里芋なんですけど、この寒冷舎を受けてからぐんぐん成長しております。やっぱり最初の方はちょっと強い日差しから身を守ってほしいんじゃないかなと思います。こんな感じで、青しそなんですが、死にかけていたんですが、いや死んでるねほとんどダメだったけど、一番大きかった子だけ生き残ってます。バジルもギュッて割ってたんですけど、多分間引いた結果です。こんな感じ。今はすごいちっちゃいんですけど、これからどんどん大きくなるのかな。で発芽大根なんですが、全然発芽してません一応してるのかな、これ雑草かな、ちょっと無理だったのかもしれない。でちょっとよく見ると雨っていうかな、なんかジャガイモがちょっとポツポツいる気がするんですけど、まあ、ここはジャガイモを収穫し終えたとこです。でこれピーマンも花をつけ実をつけ順調に。もうピーマンは本当にこれからガンガン取れてくれるので、ものすごくコスパがいい野菜です。ありがとうピーマン。キュウリでっかキュウリこれからガンガン取れると思います。すごいな。だってキュウリのいいとこはいっぱい取れるし美味しいことなんですけど、悪いところはこう一気に取れて終わるっていう悲しいところですね。ズッキーニも成長しています。結構深刻なうどんこ病だったんですけど、回復してきています。このバナナみたいに伸びてるのがズッキーニで、株もいただいてるんですけど、どうでしょうね、多分これが完成形態、あんまり大きくならなかった。そして草がすごい草が、雨が降った後の草がすごい。あ、トマトちょっと色づいてます。アイコトマトがちょっと早くて中心で見えますか、色づいております。花畑すごい、なんかすごい緑。これアスパラガスで、今は取るのを控えています。プッチクリがどんどんでかくなってます。すごいな成長しています。スイカもついにこの台を超えてきました。早いです、成長速度が。つぼみもついてるし、おーよい、ガに追いかけられながら花もついておりますし、あっちでちょっとね実もなってるんですけど、ちょっと雨上がりなんで、ちょっと今日は泥の中に進みたくないんですが、こっちだと見えるかな。あれでもなんか、あれ唯一の赤ちゃんスイカ、なんか変なことになってない。うわ、なんかすごい変な虫いる。うわ、あれ大丈夫かな、ちょっと黒ずんでみます。あ、でも隣の子がいい感じにできてきてはいます。これはみ出ないでもらってなんとか収まっていただきたいところ。こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。またね。キュウリがどんどんなっております。ウリハムシに攻め立てられておりましたが、無事復活し、次々と、なんかこの木だけ本当になんで上向いてんだろう、こんな感じでなっております。あんま大きいのいらないけど1本欲しいな。これもらおうかな。